それではみんなの Python 講座0から少しずつ丁寧に学ぶプログラミング言語 Python3 のエッセンスを始めていきます。最初にコースの概要を解説します。本コースには以下のような特徴があります。まず Python のエッセンスが身につくことです。Python を0から少しずつ丁寧に解説するので Python の本質が着実に身につきます。また、初心者に優しいことも特徴です。コードの難易度は緩やかに上昇するので、無理なく着実に Python の知識を身につけることができます。そして、高い学習効率も本コースの特徴の一つです。レクチャーと演習を軸として、学習効率が高くなるようにコースが設計されています。 演習の中でコードを実際に書いたり、カスタマイズすることにより、Python のコードに慣れていきます。このようにゼロから Python を学習し、楽しみながらそのエッセンスを身につけていただくことを、このコースの目的としています。それでは、各セクションの概要を順番に解説していきます。まず、イントロダクションです。ここでは、Python 全般、および、 コースの学び方について解説をします。次に、本コースで学習するための準備です。アナコンダと Jupyter Notebook のインストール、およびこれらの各種設定を行います。そして、基本的なコードを加工のセクションでは、Python の基本のコードを勉強します。少しずつ丁寧に Python の文法を習得していきます。 その次のセクションではざまな Python の演算子を勉強します。Python だけではなく、プログラミング全般で必要な考え方が身につきます。そしてデータをまとめて扱う方法を勉強します。複数のデータをまとめて効率よく扱えるようになります。次の章では制御文を勉強します。 制御文を学ぶことで処理の分岐や繰り返しができるようになります。そして文章の扱い方を勉強します。様々な Python の機能を用いて文章を自在に操れるようになります。次は関数に処理をまとめてみようのセクションです。複数行の処理を関数にまとめ繰り返し利用できるようにします。 そして、オブジェクト思考を学ぼうのセクションでは、オブジェクト思考により抽象化されたコードの書き方を学びます。次の、ファイルと例外処理を学ぼうのセクションでは、ファイルの扱い方とエラーの処理の方法を学びます。外部ファイルを読み込んだり、データをファイルに保存したりできるようになります。さらに、次のセクションでは、 デスクトップアプリの作り方を学びます。何回かのレクチャーに分けてシンプルな占いアプリを作ります。そして Web スクレーピングをやってみようのセクションでは Web ページから特定のデータを取得する方法を学びます。ここまでの内容を習得できた方は Python の基礎が身につき何かに使ってみたくなるのではないでしょうか。 最後のセクションではさらに学びたい方のために有用な情報を提供します。ここでは Web アプリ開発や AI などについて概要を解説します。それでは Python の世界を一緒に探検しましょう。講師として皆さんのご検討を心より応援しています。